久保さん。久保さん早いっすね。夜なのか朝なのか分かんないっすけど <laughs>。まあ今回月収500万にしましょうか。月収500万。まあ月収500万っていうのは昔僕の会社の固定費ですね。従業員の給料、家賃、まああと、取引先。まあプロ、プログラマー契約してたんで、プログラマーに払うお金とか。プログラマーに払うお金40万くらい払ってましたからね。あれ結構でかかったな なんかサーバーとかも会社でやってたんでサーバーの管理してもらってたんですよねまあ何か,何かっていうとまあ基本まあ僕がまあ8割9割会社の売り上げを作ってたんですよねだから月収500万稼いだとしてもゼロみたいな経費で消えていくっていうね人件費、えー、家賃なんだあーもろもろですよねそういう 取引先とか。ゼロ。<laughs> 月収500万あったら、まあまあ、余裕じゃないですか、多分。<laughs> だけど、ゼロっていうね、ゼロ。<laughs> うん。だから、まあ、最終的に僕はね、思ったのが、やっぱ、蒸れないっていう生き方ですね。蒸れない。もう圧倒的に蒸れない。<laughs> 孤独最強っていう。まあ、与沢さんも孤独最強みたいに言ってましたけど、 いや孤独がね、最強だと思いますよ。うん。群れるって、な結局、今ね、ちょっと堀江さんのやつを聞いてるんですけど、その、なんか、あ、風呂を沸きましたね。なんか堀江さんが言うと、全くその、共感得られないんですけど、なんか <laughs>、ね、お金なくてもよくないみたいな。みんな何にお金使うのみたいな。<laughs> でもね、堀江さんお金持ってるんで、 あんま共感ないんですけど、別になんか田舎に住んでね、車を持たず、なんか生活保護で生きていけばええやんみたいな、なんかそういう話するんだけど、あんま共感得られないですよね。<laughs> 堀江さんの立ち位置で。でも堀江さんの面白いところって、なんかその、お金稼ぐことはやってるんだけど、お金必要ないよねっていうね、この、この、なんだ、反する考え方を持ってるというか、うん、ビジネスは普通にやってんだけども、お金必要ないよね、みたいな。 面白いですよね。あのまあ僕の場合はまあ蒸れないっていう生き方を選んで本当に正解だったなと思うんですけどまあ堀江さんが言うのはその生活水準の話をちょっとしてたんですけどうん,なんかなんでお金が必要なのかっていうとおそらく蒸れてるからなんですよでなんで蒸れるとお金が必要なのかっていうとまあ 隣の芝生が青く見えるじゃないですけどあ、あの家はこんな車、ベンツに乗ってとかね、あの家は家か、なんかマイホーム買ったらしいよとか、うーん、あそこはあんな暮らししてるらしいよとか、まあ結局その他者と比較して、群れることによって他者と比較して、こう、お金が必要になってくると。でも、自分のライフスタイルを確立して、自分の 固定費ですよね自分はこれぐらい必要だっていうこれぐらいあればまあ生きていけるというのを確立してしまえば何だろうなそこに幸せを作れるしうーんでも群れてしまうと幸せを作りづらくなるんですよねうん要は他者との比較が始まりえー、もっともっとってなりますんでいくら稼いでもうーんなんだ 満たされないというかか、まあ、比較ですからだからひろゆきさんとかもねあの群れ群れないというか他者と比較しないので久保さんも言ってましたけどいまだにエコノミーに乗るとかねねそうあの <laughs> うーんだから究極はやっぱ自分のライフスタイルというか自分の哲学を確立するっていうのがめちゃくちゃ大事だと思いますね自分の哲学。 生き方に対する哲学。俺はこうだっていう,うん。で、その哲学は金がかからない哲学ですね。<laughs> でも、究極はね、金がかからない哲学になってくると思いますけどね。うーん。まあ、僕の場合はすみません、車は、僕の哲学の中で車は必要なので、まあ、その維持費。 え、はかかるので、まあ、堀江さんの哲学の中では、俺には車は必要ないという哲学があるので、まあ、お金かかんないですよね、その分。僕の哲学の中ではお、車は必要だと、うん、なんだ、俺の一部であるという哲学なので、まあ、人より稼がないといけないですけどね。うん。まあ、ぶっちゃけその、車なくても生きていけるじゃないですか。ね、久保さん、久保さんもキットなくても生きていけますよね。 別にセルシオがなくても生きていけるわけですよ。生きてはいける。ただ、その人にとってそれが必要かどうかっていうとこですよね。うん。まあ本当に自分に必要なものって何なんだろう。まあこれ対談でもね、ちょっと話しましたけど、内から出るもの。自分が本当に欲しいなと思うもの。別にその結婚とかも何だろうな。 まあ女性の方とかねよくその30過ぎて40それでもうなんだもうあとがないみたいな感じで婚活しまくったりとかしてますけどじゃあ本当に自分がそ,それって周りがみんなしてるからであって多分ね影響を受けてるわけだって自分が本当にそれが必要なのかと説いた時にうん別に結婚しなくても付き合ってればいいんじゃないみたいな。 <laughs> うん。どうせ死ぬ時一人ですからね。病院のとこで。うん。まあもちろんね、その家族がいたらね、死ぬ前にこうの家族がこう、なんか病院に付き添ってくれるとかあるかもしれないけども、別に家族がいなくても看護師さんの方が優しいですよね、多分。<laughs> ね、看護師さんの方が優しいですよ、多分。うん。だからまあ、まあ結局人っていうのは、 周りに影響されて群れて生きているからコストがかかるんじゃないかなと思いますね。うん僕は手放してから感じましたよね、それをよく。うんやっぱ手放してから気づくものがあるというかうん。ただでも手放しても生きていけるスキルがないと生きていけないのでうん。まあでも堀江さんの考え方だと別にスキルがなくても生活保護でええやんっていうね。 逆にスキルがないからこそ生活保護は受けられるっていうね。堀江さんは生活保護絶対受けられないだろうし、スキルがあるから、稼ぐスキルがあるから。うん。だかなんだろうな。ああ、なんでもいいんじゃないですか。<laughs> まあ最近思うのが、あの、お金に困ってるって言いながらお金稼ぐことしないんですよね。 じゃあお金に本当に困ってねえんじゃないのかっていう。だ最近ね、久保さん、また僕、あの、みんなの銀行をこの紹介し,してるんですよ。あの、この前セールスをやって終わったんで。で、今日もね、朝起きたらプッシュ通してね、お金入ってましたよ。1000円ですけど、今日。昨日、今日入ってますよ。五千1000円、1000円。で、3万1000円になりました。ほら、これ。今日起きたらね、1000円入ってたやったと思ったんですけど。久保さん、まだいけますね。 まだいける。まだ、まだ、まだ絞れますね。<laughs> 30万になるまでもずっと紹介するんで、キャンペーン終わるか。まあ僕お金必要ですからね。まあ僕はあのず,ずっとお金に困ってるんで、僕のゴールはお金に関しては5億って決めてるんですよね。5億稼ぐまでお金に困ってるっていう。だから5億稼ぐまではずっと稼ぎ続けるし、 やり続けるとなんで5億なのかっていうと普通にサラリーマンとして働いても障害賃金が1億3億言われてるわけじゃないですか1億から3億っていう40年50年働いて1億から3億みたいな話なんですよだから僕はもう他の人より自由な生活他の人よりちょっといいものを買いたいとかねそういうのが欲がありますのであと車を維持したいという欲だったりとかだから余分に2億ですよねだから余分に2億あればまあ十分かなとだから5億稼いだら終わり 終了。お金稼ぎは終了ですよ。だから5億稼ぐまでは逆にお金に困ってるっていう感じですね。だからず常になんかやりすい。でもね、みんなね、お金に困ってるって言いながらね、ねこのみんなの銀行さえやらないわけじゃないですか。<laughs> ね。そう。何なんなんすかね。困ってねえんじゃないかなっていうね、本当に。 ということでタイトルどうしようかあタイトル月収500万ですねはい、もう群れなければ月収500万は自分のものです <laughs> 群れなきゃねい <laughs> ってらっしゃい